こんにちは、すみやです。今日はシースター S50 でね、赤道儀モードの設営をしていきたいと思います。三脚はね、もうすでに天の北極を向いてるんですね。これで何回か撮影したんですけれども、一回ね、角度と方角を設定するとね、あとはシースターを乗せるだけという状態にしてあります。じゃあ乗せてみましょうか。はい。で、この電源ボタンのある方を上に向けるということですね。はい。そして落とさないようにしっかりと持って設営していきます。はい。まあ、これで終わりですね。一回ね、三脚を天の北極の方に向けるとね、大体もうこれで OK です。まあ実際にね、スマホでちゃんと向いてるのかどうかをチェックしたりもするんですが、大体ね、合ってますね。一回設営すると。はい。意外と簡単です。で、もしずれていたら、これを緩めて、左右に動かせる。それから、これを緩めて、上下を設定すると。いう感じですね。はい。赤道儀モードの解説はしないんですかというコメントをいただきましたので、今撮影してます。以前ね、 S30 で赤道儀モードの設定をした動画を作っていたんですが、忙しくてそれをアップする余裕がなかったので、今日は日曜日なので赤道儀モードの解説をしていきたいと思います。で、この後ね、S30 で撮ったものがありますので、それをご覧ください。どうぞ。10度、20度、30度、40度、50度、60度。これぐらいかな。はい。これぐらいでしょうか。36度。36度。はい。10、20、36度。一応ね、この三脚ここに角度メモリがついててね、1個が10度なので、下から3つで30度で、その上が40度ですから、その間ぐらいにしました。はい。これでだいたい北極星はこの辺にあるので、これでいいんじゃないかと思われます。それで三脚のね、足がある方に傾けないとバランスが壊れるっていうことで、一応これでやってみましょうか。はい。スイッチを押せばいいんだね。はい。マウントモード34度。あー、動くね、これ。動くけど、まだ昼間なので北極星は見えないと思いますが、やってみましょう。はい。こんな感じで動くんだね。はい。あら、北極星よりこっちに来ちゃったよ。どうすんの。おー、こっち向きに来るのか。こうやって回るのね。はい。真上向きそうですね。EQ モード。ゲットポーラーアライメント。今日はシースター S30 の赤道儀モードの使い方についてです。すでにね、昨日この赤道儀モードで M42 オリオン大星雲を撮ってみました。いつもは出るね、端っこの三角形のノイズの枠が、回転ノイズが消えていましたね。素晴らしいですね。フレーミング機能などを使えばそういうことは可能だったんですが、そういうのを使わなくてもデフォルトの設定で短時間でね、フィールド回転を克服できるというのが一番のメリットではないかなというふうに思います。今まで10秒だった露出時間、露光時間を20秒、30秒、
さらにね、伸ばすことができるというメリットもあるかもしれませんが、やはり周りのね、フィールド回転のノイズがないっていうのが一番のメリットだと思いますね。赤道儀モードへの設定もね、そんなに難しくないっていうか簡単でしたね。ちょっと立ち上げてみましょう。はい、つながりましたね。はい、それでまず、あ、ちゃんとね、アイコンで赤道儀モードになってますね。右上のところを見るとね、はい、EQ モードって書いてあります。素晴らしい。こういう風になってたんだ。それで詳細設定の中から赤道儀モード、マウントモードを選んで、これでいいんですね。はい、電源ボタンを上に向けて35度、あ、35度、36度、うん、ちょっと1度ずれてますが、これをね、動かすとね、この数字が変わるんですね。はい、ちょっとやってみましょうか。こうやって数字が変わっていくんですね。はい、これでまあ大体90度ぐらい。はい、それで41、36、このぐらいかな。はい、こんな感じですね。今ここで見えてないんですが、こっち側にね、メモリがあるんですね。10、20、30、40度弱のところになってますね。はい、こんな感じです。それで左右のね、東西の方向が、東西南北の位置がね、これだとわからないんですけど、Go to アライメントをしてみましょうか。はい、こうやって動いてくれますね。ちょっとコードが危険なので外しておきましょう。まあ、こういうふうに動いてくれますね。はい、静かですね。モーター音がほとんど聞こえない。はい、ゲッティングポーラーアライン、まあこういうふうにね、上向いて位置を確認するんですが、今は昼間なのでね、これ以上やっても見えないと思いますので中止しておきましょう。はい、でスイッチを押すとマウントモードを赤道儀モード中止できるんですね、これね。はい、これで経緯台モードに変わります。あ、経緯台モードに変わるときはなんか一回戻るのかな。クロージングアームになりますね。はい、クロージングアームって出てます。じゃあもう一回スイッチを押してみましょう。はい、赤道儀モードになりましたね。はい。How to use equatorial mode on C-Star. Let's go through the setup step by step. EQ mode compensates for Earth's rotation to track celestial targets more accurately.Supports longer exposure times, stable tracking, and reduces field rotation. It helps us capture clearer and sharper images. Prepare your equipment, tripod, C-Star, and the adjustable head. Extend the tripod and level it. Then attach the quick release plate. Ensure it is properly aligned before locking. Then attach the adjustable head to the tripod.Mount the C-Star device onto the adjustable head. Balance the device properly. Ensure the vertical center of gravity is aligned with the tripod leg pointing north. Then open the C-Star app. Go to My on the lower right corner. Then Advanced Features. Then Mount Mode.
Adjust the device's tilt according to the app's angle guide. Switch C-Star to equatorial mode. Once switched, tap Get Polar Align Deviation. It will display the deviation values between the azimuth and latitude angle. Adjust the azimuth and latitude based on the values. Secure the device. Go stargazing mode. Select a target and begin exploring. The app will confirm that C-Star is in equatorial mode.Give it a try and enjoy the night sky.65度になってるので、これちょっと動かしてみようか。はい、こんな感じです。実際のね、解説動画もありますので、それをちょっと見ていきましょうか。いかがでしたか。赤道儀モード、意外と簡単にね、設置ができるということが分かりました。ドワーフ3もね、そんなに難しくないんですが、シースターはね、実際の空をにある星を確認する前に、本体が昼間でもね、角度を自分でね、調整できるっていうところが便利なところだと思いますね。はい、皆さんも赤道儀モードを楽しんでみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。赤道儀モードの一番のメリットは、私は半月とか三日月を撮るときに使えるということです。何がいいかというと、視野が回転しないので、半月がちょうどね、縦長にちゃんと入ってくれるんですね。普通月を撮ってるとね、どんどん回転していってね、半月が横向いて左右が切れてしまう、ズームすると切れてしまうという嫌いがあるんですが、これを使うとね、回転しないので、ちょうどね、赤道儀モードで撮るとシースターはね、縦長の画像が映るので、ちょうどいい感じで映ります。三日月とか半月を撮るときに、この赤道儀モードが一番今のところ活躍してくれているかなという感じがしますね。長時間露光できるとかね、それからノイズが端っこの方に出ないとか、そういうメリットはもちろんあるんですが、それ以上にね、月が欠けて途中で切れてしまうということがないっていうか、タイムラプスで撮ってもちゃんとね、月面 X なんかを撮るとね、視野が回転しないで、だん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 月面 X が見えてくるという様子が撮影できるのではないかなというふうに思います。で、昨日の月面 X ライブをやったんですが、一番見えてくる頃の10時ぐらいにはね、かなり雲が厚くなってきて、くっきりは見えなかったんですが、S50 でもね、4倍のズーム機能を使って、さらにね、ピンチアウトで、拡大するとね、月面 X が見えていました。C スター S50 でも月面 X 見えます。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。それから8時半とか9時ぐらいからすでにね、月面 X のごく一部が見えてくるんですけれども、月の明るいところに比べると非常に暗いので、明るさやゲインを上げていくとね、月面 X が8時半とか9時ぐらいでも見えますので、そういうふうにチャレンジしてみてください。次の月面 X はまた1ヶ月ぐらい後なんでしょうかね。1ヶ月か2ヶ月に1回ぐらいは見えるようですから、ちょうど上限の頃に月面 X が見えるということで、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録。グッドボタンよろしくお願いします。